どうもビンゴおじさんです。今回もですね、前回に引き続き、釣りスピリッツ風ゲームの続きを作っていきたいと思います。前回どこまで作ったかというと、こう旗を押してですね、はい、左右矢印でこう狙いを定めて上を溜めてドンと、はい、このように、浮きを飛ばして、下矢印キーでこう戻してくると。でこうこのように、はい、長押しするとそれだけ遠くに飛ばせるというようなものを作っていたということになります。では今回はここに実際にですね、魚を泳がせてこの魚を釣れるようにしていきたいと思います。はい、ではですね、右下の、はい、スプライトを選ぶから、動物を選んでこのフィッシュですね、この魚を選びます。はい、そうするとここにコスチュームでもうすでに 1,2,3,4 匹ですねの魚がいる状態です。でここに、コスチュームを選ぶで、追加でですね、まあ、この実際の魚以外も例えば、こんなですね、ちょっと恐竜を入れてみたり、はい、あとは、ファンタジーの中にドラゴン、このドラゴンを入れてみたりですね、はい、していくと、まあ、面白いんじゃないかなと思います。まあ、今回は、この、6つにしておこうと思います。で、このスプレートの名前自体は、はい、魚にしておきましょう。はい、で、コードを書いていきますが、今回ですね、この魚をクローンで作っていきたいと思うので、イベントで、はい、旗が押された時は、はい、オリジナルは見た目で隠しておきましょう。で隠して、制御でずっと、はい、ずっと、自分自身のクローンを作ると。はい、でこれを何秒おきに作るかというと、まあ、ここは調整してもらえればと思いますが、一旦今回は、はい、3秒ごとに作ろうと思います。で3秒ごとに作って、はい、で、クローンされた時ですね、クローンされた時に、はい、これですね、一つコツがあって、初めは魚影にしておきたいので、この魚影にするためにですね、見た目で、はい、何々の効果というのがあるので、これを明るさの効果を100にするというふうにしてください。そうするとこの、この色がですね、真っ白になります。これ後で見てみましょう。で大きさはちょっとこれじゃ大きすぎるので、大きさは 50% にしておくと、はい、いうふうにします。で、コスチュームを何々にするというところを、まあ、ここをランダムにしていくので、この演算のこの乱数を使ってですね、今回コスチュームは1から6まであるので、はい、1から、はい、6までの乱数にするというふうにします。はい、でこれを一番最初に、どこかの場所に行くにして、はい、そこからですね、この海の中をふらふら動き回りたいので、それを書いていきます。で、制御で何回繰り返すというのをここに入れて、はい、でまず角度を適当な角度に向けます。で動きで何々度に向けるというのを入れて、ここにここまた乱数ですね、演算で、はい、1から360度までの乱数に向けて、はい、で、ここでまた何回繰り返すというのを入れて、はい、これ一歩動かす、動きで、はい、一歩動かすを、これを今回100回にしましょう。はい、100回繰り返す。でこの間に端についたら跳ね返るというのを入れておきます。はい、そしてそれを、はい、3回繰り返して、で、3回繰り返したらもうこのクローンは消してあげます。このクローンを削除するというふうにします。あ、ここ表示するが抜けてましたね。メーター名で表示をする、はい、はい、これでいいんじゃないかなと思います。では旗を押してみましょう。はい、このようにですね、はい、魚影が出てきて、3秒ごとに、はい、このように魚影が出てきますね。はい、出てきて、で、うろちょろすると。でこれ一回この方向転換をする前に少し待ってあげると、より、ですね、
釣りやすくなるので、ここに1秒待つを入れておくといいんじゃないかなと思います。ここにですね、こう1秒待つっていうふうに入れておくと、こう来て、はい、ここでちょっと待つ、でまた1秒待って違う方向転換して待つ、で方向転換して待つっていう形になります。はい、でですね、ここまでできたら、この魚を釣れるようにしていきたいんですが、それには一つちょっとコスチュームに仕掛けが必要になります。でコスチュームに戻って、今ですね、例えばこの、一つ目のこのニモだと、これ全体を選ぶとですね、はい、当たり前なんですけど、このお腹の真ん中が中心に来てます。で、今回釣れるときはこの浮きが口のところに来ると釣れるというふうにしたいので、この真ん中がこのニモの位置になるので、この口をこの中心にこうずらしてあげます。こうですね、はい、こうです、中心に口が来る、まあ、そうすることによって、はい、この魚と浮きの距離が近くなった時に釣れるという、まあ、行動がかけるということになります。でこれを他のやつもすべてぐーっと選んで、口のところを、はい、真ん中に持ってくる。これを全部にやっていきます。こうですね。はい、このように、はい、ですね、口に真ん中を持ってくると。はい、恐竜も、恐竜はもう口ですね。ここを真ん中に持ってくるといいんじゃないかなと。でドラゴンも、はい、こんな感じですね。口を真ん中に持ってくると。はい。つまり口の位置が、このドラゴンの位置ということになります。はい、そうするとですね、コードに戻って、ここに、はい、魚が釣れるコードを書いていきたいんですけど、はい、魚が釣れるのはこの動いている時ですね。動いている時にここにブロック定義で、はい、ヒット判定というブロックを作りましょう。はい、でヒット判定をここに入れていきます。ここに入れて、ヒット判定のコードというのはどうだったらヒットするかというと、制御でもし何々ならというのを入れてですね、まあ、条件としてはこの浮きまでの距離が近くなったらっていうことにしたいと思います。ですので演算でこの不等号を使って、はい、で調べるで何々までの距離というのがあるので、これが浮きまでの距離ですね。浮きまでの距離が、まあ、50以下なら、まあ、ここを数字を小さくしていくと、判定が厳しくなっていくということになるんですが、まあ、あのゲームとして面白いのは50ぐらいだと思うので、まあ、今回50にしておきます。はい、で、50より小さいと魚が、釣れることになります。で魚が釣れた時に、この明るさですね、見た目のこの明るさの効果を、はい、明るさの効果ですねを、ゼロにしてあげます。はい、そして、竿に向かっていくんですが、竿に向かっていくときにピチピチさせたいので、ここにですね、はい、イベント、あ、制御ですね、制御で何々まで繰り返すというのをここに入れて、はい、で、この竿のとこまで戻っていく、つまりこれも、演算で、はい、竿までの距離ですね。竿までの距離、これ、これですね。竿までの距離が50になるまで、ピチピチさせるんですが、まあ、まずは、浮きにひっついておかなきゃいけないですね。ずっと。ずっと、あ、ごめんなさい。浮きにひっついておいて、制御で何々回繰り返す。で、動きで、右に15度、これを3回、でこれまた右クリックで複製して、左に15度、左に15度を3回で、竿まで来ると、このクローンを削除するというふうにしてあげましょう。こうですね、クローンを削除する、はい、こうですね。で、竿まで来るとこのクローンを、はい、削除するというふうにしましょう。そうすると実際にやってみましょう。はい、このようになってて、このドラゴン釣ってみたいと思いますが、こうしてドン、こうですね。
はい、このピチピチとなってこう戻してくると、ここで釣れたから切れるという形になります。で、他も釣ってみましょうかね。こんな感じですね。ちょっと今2匹連続で釣れてしまいましたけど、はい、このように釣れるということになります。で、釣れた魚は、分かるようにドンと表示したいので、ここのクローンを削除する前に少しコードを書いておきます。で、竿まで来たら1回まだクローンは削除せずに隠して、はい、少し待ちましょう、0.5 秒待って、でこう中心に表示させたいんですが、口が中心になっちゃってるので少し、右に寄せといかなきゃいけないですね。ですので、まあこれはもう適当でいいと思うんですが、まあ、X 座標を100、 Y 座標を0にして、で大きさをドンと大きくしたいので、見た目で大きさを 200% にして、でまたここで表示をさせると。で表示をして、はい、1秒待って、はい、クローンを削除するというふうにしましょう。はい、全体はこんな感じになりました。では実際にやってみましょう。はい、これを、はい、釣って釣り終わるとドンと、あ、今ちょっと変な方向向いてましたね。これ、90度に向けるというのを入れておかなきゃいけないです。ごめんなさい。ここで90度に向ける。はい、これでいいんじゃないかなと思います。はい、もう一度やってみましょう。はい、また。ちょっとこれを釣ってみたいんですが、これ釣ってみましょう。はい、こうですね。消えて、ドンと。はい、いい感じですね。これも、はい。あ、これ3匹釣れてしまいましたが、ドンと。まあ、出てくるという形になります。で、これちょっと今問題があって、なんでこんな釣れすぎてしまうのかというと、この浮きを飛ばすときにですね、飛ばすときに、口の周りにを通ってしまうと、それで釣れてしまうので、それを避けるためにですね、この浮きのコードに行って、一つですね、変数を作ります。変数で着水という変数を作って、はい、上向き矢印キーが押されたときは、最初はこの着水は、はい、ちょっと整理しますが、着水は0にしておきます。この50歩を距離の長さ回繰り返して、これが飛ばしたところですね。飛ばし終わった後に着水を1に書いてあげるんですね。こう着水を1に書いてあげる。はい、そしてこの着水が1の状態だと、はい、魚が釣れるということになるので、この魚にまた戻ってですね、ここのヒット判定のところの条件にもう一つ演算で、カーツというのを入れてですね、はい、ここを一つ目の条件は浮きまでの距離で、もう一つが、これをイコールを使って、先ほどの着水が1の時ですね、1だったら、ヒットするというふうにしたいと思います。で、実はもう一つ条件を加えておいた方がよくて、それは何かというと、これもう一個カツをここに入れてこう組み合わせるんですね。でもう一つの条件というのは、はい、この今魚がですね、この竿の周り、ここを動くことなんですね。動いてここに来た時に釣れてしまうと、なんかよくわからない感じになってしまうので、この辺りに来たら釣れないというふうにしておきたいと思います。でそのための、条件としては、はい、もう一つ、不等号をここに入れてですね、はい、これが調べるで何々までの距離、これを、はい、竿までの距離が、ごめんなさい、これ逆ですね、竿までの距離が、まあ、100より大きいというふうにしておきましょう。なんですが、この辺りだと釣れたことにならないということですね。はい、というふうにしておきます。はい、あとはですね、釣れた時にこのヒットと表示させたいと思うので、一つですね、スプライトを描くで、はい、ここでヒット、はい、
まあ、こんな感じでちょっとどのぐらいの、まあ、このぐらいの大きさでいいですかね、ヒットというのを作って、まあ、ちょっとこれコツなんですが、これ塗りつぶしを黒にしてですね、はい、黒にして、はい、これを選択して枠線も黒にするんですね。黒にして枠線をこうギューッとこう大きくしてあげると、大きくして、でこれを一つコピーしてペーストしてもう複製します。で複製してこっち側は、はい、太さを0にして、でこれの色を、はい、黄色などにしてあげましょう。黄色ですね、黄色 にして、はい、これ組み合わせるんですね。こう組み合わせる、そうするとなんか、少しいい感じの文字になるかなというふうに思います。でこれを置いておいて、で、ここのコードですね、はい、コードに行って先ほどのこの魚のところに、はい、ここの部分にですね、イベントで、メッセージを一つ入れておきます。でここがヒットですね、ヒットというメッセージを入れておいて、でこのヒットを受け取った時ですね、ヒットを受け取った時に、まあ、これまず旗が押された時はこう隠しておかなきゃいけないですね。隠しておいて、はい、イベントで、ヒットを受け取った時に、場所的には、浮きに行きますね。浮き、はい、浮きに行って、はい、で、見た目で表示をすると。でもう1秒経ったら削除してあげると、はい、隠す、はい、というふうにしましょう。そうするとですね、じゃあ、この変数はもういらないので消しておいて、実際にこうこうですね、はい、このようにヒットが出ましたね。でこれもこんな感じでヒットというふうに出ます。はい、では最後ですね、まあ、今回ゲームとしては、釣った魚の重さを競うというふうにしたいので、重量を書いていきたいと思います。でそのために一つですね、変数を作って、重量という変数を作ります。で、重量については一つこれポイントがあって、魚の、ですね、コスチュームに行って、この今回やるのはこのコスチュームの名前をもう重量にしてしまいたいと思います。例えばこれは、20g で、これは 25g、 30g、同じ名前にはできないのでちょっと刻むことになりますが 35g、 はい、で例えば、この恐竜は 100g にして、100キロですねにして、この恐竜ドラゴンはさらに200にするみたいな感じで、まあ、今回適当ですが、まあ、このように、はい、もう重さを決めてしまいます。そして、はい、コードに行ってですね、はい、まず、重量は一番最初は0にしておくんですが、この釣れた時ですね、釣れた時ここなので、ここの最後に、はい、重量を何々ずつ変えるというのを入れて、ここを、はい、見た目でコスチュームの名前にしてしまうんですね。コスチュームの番号というのがあるので、ここを変えて名前、もう名前にするだけで、できると。まあもちろんこれリストを使ったりして、制御することもできるんですが、まあ一番簡単なのはもうコスチュームの名前を、重さにしてしまうということです。まあ、こうすることで、はい、旗を押して例えばこの2問を取るとこうですね、はい、20というふうに出ますね。はい、まあ、こんな感じでどんどん重量が加算されていくと、こんな感じですね。はい、まあ、何匹も釣れたらその分だけどんどん重量が加算されていくという形になります。あとはですね、最後制限時間を作って終わりにしたいと思います。はい、でプラスでスプライトをで、描くでですね、最後タイムアップっていうのを作りたいんですが、この、はい、ヒットをこれコピーしちゃいましょう。これぐーっと選んで、プラスでコピーしてこっちに、は
貼り付けちゃいます。はい、で、ここの中身を、はい、タイムアップにしてですね、はい、この下もタイムアップにして、これを重ねちゃいましょう。ここですね。はい、はい、こんな感じで重ねます。そしてコードに行って、はい、これまずは真ん中に持ってきておきたいので、イベントで旗が押された時は、中心に00ですね、中心に持ってきて、まあ、最初は隠しておきますと。隠しておく。はい、で、一つ変数をまた作って、残り時間という変数を作ります。で、残り時間、これは制限時間何分にするかによりますが、今回は60秒にしておいて、で、制御で何々まで繰り返す。で、ここが、はい、残り時間が0まで繰り返しですね。イコールを使って、残り時間が0になるまで、常に1秒待って、残り時間をマイナス1ずつ変えると。はい、で、これが終わったらタイムアップを表示をして、で、もうすべてを止めてあげると。すべてを止めるですね。はい、というふうにしましょう。で、残り時間はこの右上に持ってきておいて、はい、ではちょっとこれ時間を一回分かりやすく、はい、20秒にしてやってみましょう。はい、はい、旗を押して、はい、今残りが、17、16というふうにカウントダウンされてますね。で、これ釣ります。はい、釣って重量を、はい、このように貯めていきます。で、貯めていって、それ時間が残りなくなると0で、タイムアップで、今回は70キロでしたよっていう形になります。あとはですね、まあ、交換をつけたり、魚の種類を増やしたりして、まあ、ゲームとして面白くしてもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。今回の解説はこれで以上になります。まあ、これからもですね、まあ、いろいろなゲームのコードの解説、テクニックの解説などをしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またですね、今回の動画役に立ったよという人はグッドボタン、高評価いただけると励みになります。ではまた。